パージェスポ2007年新年会に日の丸アスリートが大集結。2007年 J スポ一発目は日の丸を背負ったアスリートたちが大集結。しかもなんとイナバウアー荒川静香までもが大登場。すると超知られざる秘密も初公開。イナバウアーの前線も明らかに。食べたね。ほら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。新年明けましておめでとうございます。Jスポは今年もですね、みんなで一丸となってスポーツ界を盛り上げていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。さあ2007年1回目の J スポはですね、今年もですね話題を振りまくこと間違いなしのトップアスリートの皆さんにお迎えしてですね、豪華に新年会を開いていきたいと思います。どうですか、西岡さんのファッションについては。いや、この髪の毛といい格好といいモテるでしょうね。そっちですか。羨ましいですね。どうですか、この3人の並びからするとだん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 こういうふうにこう野球界変わっていったって感じするでしょ。歴史を感じますよね。つながりが結構あって、上原さんと山本さんはものすごく仲がいい、はい、その親友の証というのを、だってピンク着てるから僕もちょっと分かる色でいきますよ。あ、そうですか、はい、せっかくマイクつけたのに。せっかく僕も変えていいですか。え、山本さんも。ちょっと待ってください、山本さん。もう19番。あ、これは山本さんのユニフォームじゃないですか。で、全日本のバレーのね。あー、すごいな。そしてお前も持っとんかい。みんなボタンを取らないで脱ぐってのはすごいですね。すごい。出た。さあ、19番。ジャイアンツの19番。じゃあ2007年の活躍を記念してまして、はい、乾杯。乾杯。なりそうですよ。うわ、早いな、上原さんも牧さんも。いや、これはジャイアンツの伝統です、あ、ジャイアンツの伝統なんですか。乾杯したら一気する。はい。そしてお酒をちょっと飲むことによってね、トークがね、うまくなるんですよね。上原先生が特にそうですよ。いや、もう飲んで、僕最初来た時ここって言われたんですけどね。あ、席が。いやいや、おう、いやいや、だからね、分かるけど、まだ現役でバリバリだから、まだこっち狙うの早い。槙原か上原かみたいな。槙原か上原か、名前はちょっと似てんだけど、そうですけど、まだあなた実力あんだからそっちで頑張ってなさい。荒川さんはいかがなんですか、お酒の方は。私好きです、何でも好きです。ワインでも焼酎でも、はい、浜口さんは。飲む席は大好きです。大好きですか。楽しいので。そんな感じですもんね、親子2代にわたって盛り上がるって感じがしますもんね。気合いだ。やっぱり飲む時も気合いは必要ですからね。絶対そう思いますよ。そうですね。さあ、この音が鳴ったということはですね、はい、そうなんです。本日スケジュールの都合でスタジオに来られなかった、はい、あの大物アスリートからなんとビデオレターが届いています。どうぞこちらご覧ください。新年早々動き出したオリックス清原和博、その胸に抱いた新たな野望とは。まず日本ハムを倒さないと優勝はないと思うんで、日本ハムを毎日食べて、特に試合ある時は丸かじりしてから、これぐらいの勢いで向かっていくことが大事かなと思いますね。そんな清原から荒川さんへメッセージ。これはまあふざけられへんよな。いいですか、はい、ふざけとるからな。いや、荒川さん、ご無沙汰してます。4月の開幕戦ではね、始球式に、お越しいただいて、あ、これが世界の荒川さんかと思うとじーっと見入ってしまったような記憶がございます。競技は違いますけれども、子供たちにいろんな夢を与えられるよう、お互いまた、頑張っていきましょう。荒川さん、いかがですか。いや、嬉しいです、ね、はい。始球式の後は清原選手とお話ししたりしたんですか。できなかったんですけれども、うん、サインしてバットをいただいて、はい、もうすごい嬉しかったのを覚えてます。さあ、今日の新年会なんですけども、実は皆さんにですね、一つずつご自身に関するクイズを持ってきていただきまして、そのクイズを魚にですね、盛り上がっていきたいと思うんですけれども、日
の丸を背負うトップアスリートがマル秘エピソードをクイズで出題。まずはトリノの金メダリストが下積み時代の意外な苦労話を暴露。荒川さんお願いします。学生時代、違う世界が少し見てみたくなって始めたアルバイトがあったんですけれども、アルバイトがあるんです。高校生まではアルバイト禁止でしたので、はい、アルバイトやってみたかったんです、さあこの3つあります。この中のどれでしょうか。1ファーストフード、2家庭教師、3スイミングスクールのコーチ。さあどれでしょうか。皆さん挙げてください。どうぞ。これなんかイメージ的には家庭教師であってほしいっていう感じしません？いや分からん、なんでですか。いやなんか先生似合いそうじゃないですか。メガネをかけて厳しい感じがしますよね。厳しいですよ、何事にもね。イメージが。上原さんは家庭教師。はい、襲われたいんだね。襲われたいんだね。バカじゃない。1対1でね。何を言わしてるんですか。ね。もうちょっと言わしましょう。何ですか。僕バイトいっぱいしてますからね。あ、上野さんバイトしてる。僕はもう順風満帆にプロに入ったわけじゃないんで。どんなバイトしたんですか。浪人して警備員もやりましたし、スーパーの店員もやりましたし、引っ越しもやりましたし、結構やってますよ。そうですか、はい、プロレス会場の警備員もやりましたしね、ちゃんと。はい、これだけ面白い上原さんというのはそういうところからこう培われてる部分も、ね、だから多分これからもっとつつくと引き出しがいっぱいありますから出てきますよね。そうどんどんついてください。ねえ、こういう世間この座を奪う、ね、そうですよね。絶対奪ってやると思う。1時間後にこう入れ替わってるんでしょうけどもさあそれでは正解発表してもらいましょう。荒川さん実は何をやっていたんですか。はい、1番のファーストフード。ファーストフードをやってたんですよ。何でしょうか。楽しみですね。はい、あだったなと思って。あだったお寿司。そうですよ、皆さん食べてくださいね。これがですね、荒川様がちょっと見えますか。はい、これなんかちょっと見覚えがありませんか。それ緑でしたけどね、私にとって。サブなんだ。それは違う店のやつでしょ。ちょっとあなたたち何を言うの。野球選手怖いわ。食べかけてみて。サブウェイのね、サブウェイで、やってみてどうでした。いや、お金の大切さがすごい分かりましたね。スケートすごいお金かかるんで、はい、遊ぶお金は自分で稼ぎなさいって言われて、はい、で、はい、あもう1時間これだけ大変な思いしてもこれだけかっていう、ね、その大切さが分かりますよね。やってよかったです。1時間800円とか700円とかですもんね。そうです。730円ぐらいでした。はあ、覚えてるんですね。上がりませんでした。短かったんで期間が。まあでもやっぱ去年ね見てて一番皆さんの印象に残ってるのはイナバウアーだと思うんですけど、すごく僕一個だけ疑問なのは、はい、荒川選手こう後ろにはすごいじゃないですか。うんうん、前はどうなんでしょう。私本当にそれが嘘だって言われるんですけど、硬いんですよ前屈とか。本当ですか。本当に硬いんです。それで怪我しちゃうんです肉離れとか。はあ、ちょっとね、まあ、新年一発目ということもあるんでちょっと見せていただいてもよろしいですか。どれくらい重ねたってことですか。そうちょっとね、前の方にちょっと出ていただいてもいいですか。こちらに一応物差しを用意させていただいてます。あ、これ本当ね、ダメなんですか。ちょっとこちらに立っていただいてもいいですか。本当にこの世界の荒川選手が真面目にやってくださいよ。よく言われます。やってから真面目にやってくださいってもう一回やらされるんです。本当ですか、はい、そういうパターンにならないようにお願いします。6センチとかしかいかないんですね。じゃあお願いします。どうぞ。本当行きますよ。でもあ、結構でも行くじゃん。行きますよ。いや柔らかい。ねえ、めぐみさん柔らかい。いいね、硬いですよ。ほら来てますよ。来てますよ。だってイナバウアーであれだけ釣れる方ですよ。7センチ近くは行ってる。あれどうしたの。野球界から2人。まあやる気あるね野球界。よろしくお願いします。積極的だね。ちょっとじゃあ僕ら、うわ本当にお酒の匂いがするわ。マジで真剣にやって、真剣に、ちょっと次に勝負だ。嘘だと思われるんですけど。ダメじゃん全然。全然ダメじゃん。マジ硬い俺。前に出てきて本当に。バレー界は？いや僕いいっすよ。いや僕いいっすよ。だってもう振られるの分かってたから。さっき準備してたじゃないですか。バレー界にもう元が2メートルですからね。トイレ。あすごいわ。お前だ。柔らかい。すごいすごいすごい。あ、ちょっと待ってください。おやおや、足も長いけど。ちょっと野球界のお二人がいないのは。トイレです。なんだと？
2007年は来年に控えた北京オリンピック代表選考の年。そこでジェスポ恒例2007年新年の誓い。はい、2007年は柔道愛とジャイアンツ愛、そして横浜も谷亮子。今年、はい、主人が、ジャイアンツに、入りましたので、ジャイアンツの一員として優勝に貢献できるように、はい、頑張ってほしいという、願いも込めました。はい、まあ、出産を経験してですね、またホルモンのバランスもすごくいいですので、2年に一度の世界選手権がリオデジャネイロで開催されますので、7個目の金メダル、はい、目指して今年は、はい、大切な年になると思います。はい、2007年は世界記録に挑戦したいと思います。世界記録っていうと、まあ、まだ2番手でいいかなと思ってるんですけど、まあ、1番に行かなくてもオリンピックで勝負できればいいなと思ってるんで、まあ、記録はすごい自信になるんですけどね。こら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 君たち野球界の WBC の2人、何しどこ行ってたんですか。休憩時間って聞いた。聞いてない、言ってない。疑惑の判定、宿敵韓国に連敗。しかしそこから世界一へ、きっかけは秘密の夜。知られざるスポーツ界の意外な掟って何。上原さん、西岡さん、よろしく。問題です。はい、WBC 日本代表の焼肉決起集会をお勘定です。お勘定。お勘定したのは誰。これだと思う答えを皆さん一斉に、上原さん大丈夫ですよ、挙げてください、はい、どうぞ。1番の王監督。はい、はい、なぜですか。いや、もう監督が選手をグッとまとめるために、うん、こう景気づけとか、景気づけでみんな集めて、そりゃ他のとこがやっぱお話になるだろうと。山本さんが3番。ひょっとして上原選手、はい、これはなぜ。いや、上さん関西のノリで俺払うよって言っちゃうかなと思う。払いそうですよね、なんかね。気前がいいんですか。いや、いつもご質問なってます。なんとなくイチロー選手はそういう気持ちの切り替えの仕方というか、うん、もうまとめるのが、うん、なんか気持ちの切り替えがうまいのかなとか思って、うん、さあそれでは答えをお願いします。はい、答えは2番のイチローさんです。イチロー選手が払ったということで、浜口さんが正解です。ありがとうございます。ちなみにですね、はい、チームのスタッフが払おうとしたんですよ。そしたらそこでイチローさんがパッて出てきて、いや俺が払うよ。誰がお勘定するのかっていうのはそれぞれのね競技によって違うと思うんですけど、上原さんがみんなでこう、はい、温度取ってね、波越した時には年功序列ですよね、結構ね。大体そうですね、野球界は、うん、その稼ぎがいい悪いじゃなくて、はい、フィギュア界はどうなんですか。年齢層が低いせいか、はい、あんまりその下の子たち連れていけないんですけれども、行った時は分かりやすく割り勘が多いんですよね。割り勘、飲みに行けない子たちの方が多いんですよ。16、17、18が多いから。あれがちなみにどうなってるんですか。いや、割り勘です。割り勘、はい、勘、経費です。割り勘、経費。分かりやすいですね。アスリートから2007年新年の誓い。まずは北京オリンピックのメダルに期待がかかるバドミントン界のアイドル、オグシオ。5、4、3。新年。あ、ごめん。すいません。違うよ、私一人で言うと間違えた。え、何を言おうと思ったの。違うよ、私だけだと思って。ごめん、言わせて。新年明けましておめでとうございます。バドミントンの小倉です。塩田です。苦しい時ほど前向きに笑顔で乗り切る。明日は明日の風が吹くで。レスリングの吉田沙織です。私の2007年の決意はこれです。夢は大きく、常に向上心。私の今の夢は北京オリンピックで2連覇をすることです。北京オリンピックの選考会が今年また始まるので、絶対に日本代表になって必ず、無敗を続け2連覇果たしたいと思います。これです。まあ、抱負ですかね。去年学んだことがすごくたくさんあったんですけども、それを生かす、
てもうアグレッシブに前向きに生きていく。で、まあ、今年もいろいろな発見だったり学ぶことがたくさんあると思うので、まあ、いろんなことがまた生まれる年で、命を大切にという、まあ、自分なりのいろいろな意味でこの生きるという文字を豊富に選びました。それでは続いてはですね、浜口京子さんからの問題ですね。これぞ究極の親子仲。いつもは頼りになるパパだけど、年頃だからいろいろあるみたい。全部喋ってスッキリしてください、京子ちゃん。私がお父さんにどうしてもやめてほしいことは、1深酒、2私にキスをする、3突然大声で笑う。はい、皆さんお答えください。どうぞ。荒川さんが迷っておりますが、荒川さんが1番深酒。おう、これ自分のお父さんにやめてほしいことと似てるかな。なるほど。何をされたら嫌かなと。はい、お父さんの体を心配してね。はい、山本さんは2番、はい、キスをする、はい、やっぱ僕でもお母さんされたら嫌だし、はい、嫌じゃないかな。いいですか。嫌ですよ。気持ち悪いです。気持ち悪いですか。さあ、それでは浜口さん、正解を教えてください。正解は3番の突然大声で笑うです。笑ってますよ、どっか。やっておお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 おこれ大笑いを。すみません、みんなでワッハハをやれという。やりたいですね。一緒でやりましょう。笑う角には不動きたるですよ。ですよね。ええ、でもやめてほしい。やめてほしいって言ってますよ。やめてほしいって言ってる。最後に体にです。脳に。脳に。あの無意味にこれを拒否しちゃいけませんよ、ね。アスリートはですね。やってみて。緊張の連続ですから。はい、脳を空っぽです。はい、わかりました。拡散するんですね。拡散していく。そうそう。何回やればいいですか。放射線上に連続でいきましょう。拡散ないです。せーの。おー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 もういいんじゃないですかね。おー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 やってるやってる。ありがとうございました。いやどうぞどうぞお座りください。やめてほしいですね。そうなんです。改めまして明けましておめでとうございます。アニマル浜口さんです。よろしくお願いします。いいテンションですね。すごい。いつも一緒に過ごしてて、一日何回も家の中でやると、やはり近所迷惑、近所に聞こえるぐらいの大きさでやるので、もうそれがもう恥ずかしくて恥ずかしくて。朝起きたら30分これやるんですよ。わあ、30分。ものすごい元気になります。エネルギーがバカバカですよ。最近ちょっとおかしいんですよ。どうしたんですか。レスリングは一点集中ですね。一点集中、はいはい、こっちのなんか心あらずというか、はい、気が散ってるんですね。ちょっとお前おかしいんじゃないかお前。おい、ちょっと気になる男性が出現したのかもしれない。好きな人いる、いたっていうか、今もいるんだけど。ダメだお前なの。じゃあ今もいる。すごい感じがあった。でも今もいるけど、でも今は本当に北京オリンピック行きたいから、その人のことは好きな気持ちをそのままにして、もう本当にレスリングに打ち込むなきゃいけないなっていう気持ちが整理できました。荒川さんもどうだった。私ね、いなかったからスケートに集中できたんですね、きっと。あと支えてあげたい方なんで、はい、例えばですよ、どっちか1個しか取っちゃダメって言われたらできないんですよ。それがどっちも同じぐらい大事っていう比重になっちゃうから、うん、だからいなくてよかったんですよね、きっと。もしいたらどうなったんでしょうね。じゃあいたら今ここにいないでしょうね、きっとね。そう、分かんないですよね。井原さん飲んでたの。アスリートから2007年新年の誓い。去年この企画でチームの J1 昇格を誓い、見事実現したキングカズ。今年の目標はのんびり精一杯だ。
サッカーではいつも通り精一杯全力でやりたいと。そしてまあオフの時はそれが終わったらのんびりのんびり精一杯生活を送りたいなと思います。ということで今年はのんびり精一杯。続いて去年この企画で世界王者を誓い見事王座についた亀田光輝。世界チャンピオン何でも分かってたけど、はい、でもなり方が悪いやん。腹立つなり方やんだな。だからこれはあんまり現在いいかどうかわからんな。この感じだな。だから、うん、とりあえず1日1日頑張ると、うん、な365日1秒でも無駄にせんと練習しっかり頑張ったらいい結果出る。それだけ。明けましておめでとうございます。武豊です。今年の僕の目標です、はい、年間200勝そして G1 10勝、普段あまり数字は意識しない方ですけどちょっと今年は意識してやってみようかなと、まあ、これは昨年200勝できなかったんで、まあ、とても悔しかったのでちょっと本気でやってみようかと思います。そして数だけじゃなく中身ですね、G1 これはもう中央地方海外含めて10勝を目標に頑張ります。達成します。続いて今年から女子大生プロゴルファーミシェル・ウィー。筆ペンなんですが書いていただきたいんです。筆ペンを器用に使うミシェル・ウィー。明けまして OK 明けましておめでとう。 Don't worry, be happy 幸せ。明けましておめでとうございます。横峯さくらです。2007年、私の目標は年間4勝と賞金女王になることです。すごく頑張らないと無理だと思うんですけど賞金女王になるっていうのを目標に頑張りたいなと思ってます。その横峯さくらからの質問。実はプロデビュー直後横峯家挟むピンチがありました。手持ちのお金は残り4万円しかなくてこのパットを決めないと明日から一文なしっていう状態になってしまって、その時父吉郎さんは苦しいんだと、稼いでもらわなければ困ると。横峯家に最大のピンチが訪れたのは2004年、さくらのプロデビュー戦だった。最終日18番ホール、家族全員の運命を乗せたこのパットを見事に沈め4位、賞金270万円を手にし横峯家の危機をさくらが救った。こんな追い込まれた状態でプレーするのはもう二度と嫌なんですけど、皆さんの人生をかけた勝負はどんな場面ですか？人生もかかってる瞬間っていうのが、ね、アスリートの皆さんにはあるとは思うんですけれども、荒川さんとか浜口さんに関してはやっぱりその メダルっていうのはそういうものに当たるんですか？その今考えてみると、私やる前にメダルとかは考えないんですね。やはり一番大きく左右したのはオリンピックに行けるか行けないかを先行した全日本選手権、はいはい、取るのではメダルは意識しなかった。そうですね、やはり自分がそう望みすぎてしまうと逆に自分にプレッシャーを与えてしまって潰れてしまうので、はいはいはい、そういうことが私の能力を引き出す作戦ではなくて、はい、楽しむことだけだと思って。全然こいつはならないです。ならないの？僕は基本的にプレッシャーがないんですよね。なんかこう楽しいんですよね。楽しい、まあ、遊びみたいな感覚ですよね。えー、セニョリータ、セニョリータカリータ、You wanna go with me to Mexico? 席替えしたいんですけど。は？え？席替えしたいんですけど。やっぱプレッシャー感じてないですね。すごいね。ものすごい一生懸命なんか語ってるのに。真ん中とか言っていいですか？めぐみさんのとこ、はい、で俺マキさんのとこ行く。いいっすよ、うん、わあ、わあ。っていうかトイレ行ったらいろいろ好き放題ね。そうですよね。いやでも確かにですね、はい、本日の特等席は、はい、この荒川静香さんと浜口京子さんの間にそうだよ、もう目を真っ赤にして座ってる山本さん。まあまあ、それはそうですよ。確かにちょっと不公平といえば不公平なんで。また西岡さんだよ。西岡さん、はい、よし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 、なんだよなんだよなんだよ今かんわ。はい、荒川さんに横に触るのは私ですよ。一緒にね、そこでね、今晩はしたいですよ。でも
やっぱり西岡さんも上原さんも来たいと思いますんで、じゃあ公園に行こう。公平に行きたいと思います。よしよしよ、まだですよ、浜口さん、パパまだですよ。ここに浜口アニマルさんと西岡さんと上原さんの名前の入ったボールが入っています。これを誰が引くんですか。荒川さんに。荒川さんに行ってもらう。ごめんなさい、席が遠いんでね、はい、荒川さん、はい、聞いてください、はい、もう公平ですからね。そうだ、これはもう文句なく文句ないねえ。あ、岩井さんが言ったかった。どなたですか。ありがとうございます。あ、来た。いやいや、待って待って、絶対西岡しか入ってないです。そんなことない、そんなことない、他の出してよ、他の出して。そんなことないです、そんなことないです。上原さん、うるさいです。俺は、リスさん、俺に触らせてください。触らせてください。さあ、触らしてあそこ。触らしてあそこ。触らしてあそこ。俺がいいじゃん。触らしてあそこ。触らしてあそこ。触らしてあそこ。さあ、それじゃ山本さん。山本さんからクイズをちょっと出していただきたいんですけど。はい。鋭いアタックと爽やか笑顔で人気沸騰。今や日本のスーパーエース。でも、エースの名と引き換えに身につけてしまった悲しい癖があるそうなんです。日常生活で思わず手でアタックしてしまうものは何でしょう。あ、もうバレーだけじゃなくて日常生活でも思わず。はい、一つ目が飛んでいるハエ、二つ目が電車のつり革、三つ目が子供が持っている風船。あ、これ思わずこうアタックしてしまう、はい、さあ、それでは三択ですが皆さん挙げてください、どうぞ。1番、荒川さん1番、飛んでるハエ、はい、うん、なんか一番動いてるものをこう追いそうですね。ねえ、反応しそうですよね、はい。お父さん3番3番ですね、うん、間違いないでしょう。あ、そうですか。理由はないんですね。笑ったよ。さあ、それじゃあ山本さんの方から正解お願いします。どうぞ。正解は1番です、うん、1番飛んでるハエ、はい、荒川さんと浜口京子さんが正解ですね。あ、今来た、なんか来たよこれ。こういう感じで来たら、あ、こういうことね。いや、俺んとこに来るじゃない。カラブリスカラブリスカラブリス。バレーボールの選手じゃないから俺。宮本武蔵はこれでポッと打ったんですよ。じゃあやってください。宮本武蔵映画でもありましたね、これ。あ、そうありましたね。そうそうそう、ベストキットかなんかでしたね。え、おい、真っ暗。アニマルさんがなんか絵馬を持ってきていただきまして、はい、絵馬を用意しております、はい、お渡ししましょうか、はい、はい、せっかくなんで、じゃあこの絵馬にちょっと皆さんの目標を今年はね、はい、ちょっと書いていただいて、さあ、じゃあ皆さんどうぞお書きになってください。今年の目標です、皆さんそれぞれの立場でのいろんな目標がおありになるんじゃないかなと思いますけどね。この1年をどういうふうに使うのかというのもあるでしょう。新年会も大いに盛り上がっているようですが、スポーツ界もいよいよ動き始めました。まずは松坂選手、新年初のマウンドに登りました。先ほどお伝えいたしました松坂選手は2月16日にフロリダのフォートマイヤーズでキャンプインの予定です。それでは引き続き新年会をお楽しみください。さあ、それじゃあ、書き上がった人からちょっと見せていただきましょうか、じゃあまずは上原さん、はい、見せていただいていいですか。まずはもちろん優勝です。はい、はい、はい、でもう一個は明るく楽しく野球をしたいと。あ、今年はでもそういった意味じゃ、その小笠原選手もいらっしゃいますし、はい、谷さんもいらっしゃいますし、はい、割とまあ新しいまたチームがね、他球団から来る選手が多いですけども、やっぱり生え抜きが頑張らないとダメだと思うんで、だから僕とか、はいはい、吉野部、新岡、新之助で頑張っていきたいと思います。さあ、矢野さん、はい、V リーグ優勝です。はあ、そして志、これ僕のモットーなんですけど、はい、うん、志を持っていれば必ず道が開けてくると思うので、2006年に得たチャンスを2007年に生かす、そして見せる、見せる、はい、まあ、いわゆる戦う競技ではなくなったので、はい、見せるスケートを。荒川さんはもうプロのスケーター。はい、そうです、ってことですもんね、はい、そして西岡さん、見せていただきましょうか、はい、3割50盗塁そして優勝と、はい、そうですね、まだ1回も3割打ったことないんで、僕それがね、みんなができれば優勝はついてくるかなと。はい、はい、分かりました。じゃあそういった意味でチームを引っ張って、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、お願いします。さあ、そして浜口京子さん、お願いします。世界一です。もうこれだけです。もう今年はもう殻を破って大暴れして世界一番取りたいです。
ぜひ頑張ってください。はい、マキさんに、温度で一本締めで。じゃあ、2007年、はい、ここにいらっしゃる皆様の様、皆様はまずいですよ。皆様変わりますか？もう一回変わりますか？ちょっとやってみますか？じゃあ2007年、はい、皆様のご健康と、はい、ご多忙を記念して、うん、はい、一本締めで終わりたいと思います。はい、どうですか？あ、いいですね。ちょっと締めてみようよ。いや、むしろ今のでいいですか？今のいいです。でも僕野球に頑張りたいです。そうですか。ありがとうございます。じゃあ皆さんのこれさらなる飛躍を記念いたしまして、はい、一本締めで、はい、よろしいですか？よーっ、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は上原とアニマルがまさかの気合対決。いこう、せーの、ケイダー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 おい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 、よし巨人優勝だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なりたい世界一になりたい。